なまんだぶつ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 つみだの本願不思議に回しますばとて悪を恐れざるはまた本願誇りとて往生可能べからずということこの情本願を疑ごう善悪の宿業を心得ざるなり んぬんと生んだ物生んだ仏,んだ,仏、えー、だいぶ久々に「単、え、二、ー、章のお、えー、勉強に戻ってまい、えー、りました、まあ、その間無事、えー、本校を終えましたりそれから、えー、まあ言うたら図書館から買い取った本を、えー、返すまでの間にお話しすべきところをお話しをしようと思って太、えー、田革民さんの話であったり それからの話にあったたりりをして参りましてまでちょ,っと、ね、ちょっとじゃないぐらい途切れた時期があったんですけれどもまたこれ今日から「単二章の学び」「単二章の学び」といいますのは東大教授をなさっておりました頃佐藤正秀先生が具体的には1989年に「単二章論中」っていう5本を世に出されました。 「歎異抄論」というのが、まあ、その本が出た時には一大,一大センセーションを巻き起こしたかなと思います。それはどうしてかと言いますと、まあ、以前からそういうことは少しずつ言われていたことではあるんだけれども「単二章の「四訓編」といわれる第1条から第10条の最初の方から、ね、あの辺とですね 第十一条から十八条までの順序が逆なんではないのかということあるいはもっと言うたら第十一条から第十八条を基本としたところがこれが唯ン,ンさんが言うところの意義上々という最も言いたいところであってその根拠となる「親頼承認」の語録を「単二章としてで 別冊にしてつまりここは1条から10条ということですね、えー、そういうふうにしたまあ言うたら2冊本でなかったのかというようなそういうような、えー、お考えこれ以前からあったものを非常に、えー、こう考察を加えられまして論証を加えられまして、えー、大きな本にしましてね出されたのが「これ単二章論中」という本であります。で えー、この本はね、えー、その2、まあ、冊本のうんぬんというようなことも、まあ、確かに大事なことだけれども、えー、それに、えー、そう同意される人も同意されない人も、えー、丁寧に読み込んで、えー、そして解説を施しておいでになる各章の、えー、各情のですね、えー、各、まあ、チャプターといっても各章のですね えー、中身を非常によく深く考察してくださっていますので、えー、これに影響を受けて、えー、まあね例えば本願寺の「歎異抄」の現代化役なんかもやっぱ随分と影響を受けて、えー、いるわけです。で、えー、その元にありますその,その後の研究に大きな影響を与えました「歎異抄」論中を元にして。 単を読んでいこうやないかということで、えー、シリーズ文を始めまして、えー、現在は現在は、えー、その中あ一般には第十三条と言われています本願誇りのところをですね、えー、こう読ませていただいておるということです、ね、でその中でもまあ今は冒頭のところ書き出しのところですねタイトル表目と言っていいのですが えー、そこのところを今は学んでいるということです。まあ中間学びを再開し始めようかということですけれどもこれから学びを再開させていこうということですけれどもでそこで、えー、前回、えー、お話をしました「本願ぼこりとは何か」という、ね、本願ぼこりをものについて明らかになってないですよね。えー これが本願ぼこりややらね、えー、そういったことは明らかになっていませんので、えー、その本願ぼこりを言ったそもそもどういうことなんかいうことについて、えー、考察を加えられたのがこれその,と、えー、その箇所ですね私は改訂版平成4年に出ました改訂版332ページのところから、えー、半分読ませてもらってね でこれが私の「単二小論中第31」というところです。でまあそこから振り返っていってでこの「本願ぼこり」の考察のところは「三本願ぼこりとは何か」という、えー、ここのところはや,やや長いんで2回に分けますねということで2回に分けた前半のところから振り返って、えー、ねだから31とかなり内容が異な重なるような。 そういうところから、えー、またこの「単異抄」の学びを再開するというねそういう形をとっていきたいと思います。したがいまして今日の話は「単異抄論中」31とかを重なるところが多いということです。えー、さてそれではこれ、えー、からね復帰するということでちょっと重なるところは多いけれども「単異抄論中」の「歎異をの 異議上場第3条の3節第3の項ですね本願誇りとは何かというところについて学んで学び直していきますで本願誇りあるいは本願に誇るとは一体どのようなことを指すのか唯円はそれをどう考えていたのだろう本願誇りという名,名字は明治は <coughs> 本願ぼこりという言葉は「宿業」と並んでこの情における主要な概念とみなされると。ねえー、こう羊の毛やうさぎの毛ほどの小さい問題も全部宿業宿号によって、えー、私たちね、えー、定められているかなそういうところがあるんかなっていうのは「これ宿業」ということが本願ぼこり」ということ。 でこの2つはやっぱり、ね、この第13条を考察するのには非常に大きな主要な概念ですよねとでのみならずかなり微妙な意味合いで用いられている本願ぼこりというのはかなり微妙なあ意味合いで用いられているでそのこともあって従来からさまざまな議論の対象となってきた がどう捉えるにせよそもそも本願誇りとはどのようなことを指すのかがまず明らかにされねばならないでなければ、えー、論議はいたずらに空転を繰り返すことになろうそうですねまずここやっぱり本願誇りってどんなことなんかいうことをですねこれしっかりと、えー、概念規定かな、えー、していかないとこの第13条読めないですよね。で えそんなわけやから先に触れたように本願ぼくりは孤立例であって孤立例,であって、えー、例えば弥陀仏とかね名も阿弥陀とか言ってねあれ、えー、まあ言うたら、えー、次年法二章の孤立例ですやか、えーえー、こう親鸞将に弥陀仏言うて言わはったところはありますほにありませんし 南無阿弥陀湯と言われているところも他にありませんからある孤立例ですでこの本願誇りも孤立例であってで意義上々のこの上以外には見出せないでそこで妖霊の一つ一つについて「単二章のここに出てくるこの妖霊一つ一つについてその意味するところをできる限り論定することから始めよう。 えー、他から、えー、参考資料を持っていきようがないんで、えー、だから「単二章を丁寧に読んで「単二章の中で本願ぼこりあるいは本願に本願を誇るとかそういったような、えー、要例を、えー、細かく検討するしかないよねっていうことですね。で、えー、そこで、えー、こう本願誇るというようなこと本願ぼこりとかそういった類例を。 えー、まとめて一覧表にしてくださいましたよと。で、えー、それは今読みますそれもうちょっとしたら読みますね。えー、この上そのものが異義上々の中で最も長文なのだがそのことを考慮に入れてもかなりの、えー、頻度数に、えー、上ることが知られる。実に、えー、表に表従って1から 順に検討していこう,いうことやから今からその要例を一つ一つ挙げていくんですけれどもえこの第十三条長いですしその中にたくさん「本願ぼこり」「本願誇る」というような要例がいくつも出てきます。それはいくつかといいます具体的には7つなんですけれどもその7つをいちいち読んでいきますね。まず1番 だの本願不思議に終わしませばとて、えー、罪をおろそ、えー、恐れざるはまた本願ぼこりとて往生可能べからずということ、ね、今日の五三代の第13条のタイトルのところですねこれが1ですで2、えー、かかる浅ましき身も本願に相立てまつりてこそ下に誇られ宗らえ えー、もう一回第二の要領をもう一回読みます。かかる浅ましき身も本願にあいたてまつりてこそ下に誇られ宗らへ。で次3です。が、え、ん、ー、に誇りて作らん罪も、えー、宿業の催すゆえなり。えー、もう一回。がんに誇りて作らん罪も宿業の催すゆえ,ゆえなり。で4 本願に誇る心のあらんにつけてこそ他力を頼む信人も欠場しぬべきことにて将来4番もう一回本願に誇る心のあらんにつけてこそ他力を頼む信人も欠場しぬべきことにて将来次5番 およそ悪業煩悩を断じ尽くしてのち本願を心善のみぞがんに誇る思いもなくてよかるべきに。えー、5、えー、およそ悪業煩悩を断じ尽くしてのち本願を心善のみぞがんに誇る思いもなくてよかるべきに。 次6番本願ぼこりといましめらるる人々も煩悩不浄愚足せられてこそ僧げなれ、えー、それは本願、えー、それは願誇らるるにあらずや、えー、本願ぼこりといましめらるる人々も 煩悩不浄愚息せられてこそ揃うげなれそれはがん誇らるるにあらずやで最後7ですいかなるいかなる悪を本願誇りといういかなる悪か誇らぬにて揃うべきぞやかな ちょっとすいません、目が太いませんね、えー。いかなる悪を本願誇りという、いかなる悪か誇らぬにて候べきぞやと、ねえー、いうことですね。でえー、今すいません、がんを誇る言うというの私さっき言ったんですけど、これは間違いですね。がんを誇るという言い方が用いられる用例はゼロでしたね。えー 手におは派の中で、にが出てくるやつばかりね、あるいは手におは派がない、本願ぼこりというような言い方、あるいはがん誇らるるという言い方と、それからがんに、んに誇らるると、がんに誇るや、がんに誇る心とかですね、がんに誇りて えー、というような形でですよね、えー、こういったあ要例が、えー、7つか7箇所いうことですね7ついうことになったらまた違ってきますから、えー、7箇所あ上げてくださってますねで、えー、そういうふうにして、えー、表を作ってくださってでそのおたくさん出てきますよねっていうことですね第十3条の中にやらい量算出てきますよと。 でそのうちの第一番目のところの考察つまり五三代で拝読しました、えー、その第十三条の冒頭のところの考察ですミ座、えー、の本願不思議におわしませばとてが悪を恐れざるはまた本願ぼりとて王女可能べからずということ、えー、ここは意義を、えー、啓出掲げ出したあ表目タイトルである この門の中のいくつかの語句については前説までに吟味した「注意を引くのは本願ぼこり」という名字が言葉が異議者の主張の中に見出されることである異議者の主張の中だからユイエンさんが自分で用いておられるというよりかは 相手が使っている言葉を用いているということですね。えー、何がいいかなあまあ、まあ、分,かる分かりますわね、えー。相手さんが使っている言葉を用いておいでになるということで唯円さん自身が本願ぼこり言って言ってはるんちゃいますよねということですよね。で、えーはい、もう一回読みますと。 本願誇りという言葉が異議者の主張の中に見出されることであるとでしかも異議者の主張の要をなす名示、えー、言葉として用いられている「えー、一」つまりあの冒頭のこの「三田の本願不思議におわしませばとて悪を恐れざるはまた本願誇りとって往生可能べからずという,う というこ,のここの1の要領による限り本願誇りはもともと唯円の言葉遣いではなく、えー、異議者の言葉遣いである異議者の物言いであるとで誇るは得意になるいい気になって、えー、流行るの意である、えー、誇るとは、えー、得意になるいい気になって流行るの意であると。 で本願ぼっこりは文字通りには阿弥陀仏の誓願を頼んで、えー、いい気になると言ったほどの意に返されようとでここで頼む用字のどんな感じの使いが、えー、使われてるかということが問題になるかと思いますけどもでここで頼む用字は「立身弁に寺ですよ」ということですね、えー、信憑性の「平」の字でもなければ 信頼の来の地でもなくて、えー、立心弁に行ったら有事やから、えー、それを考えていったら阿弥陀仏の請願を頼んでいい気になると言ったほどの意に返されようのこの,この頼む有事のおなんて言うかな、えー、言葉の意味もがね、えー、こう見えてくるかなと思いますね。えー、まあそれだけでは不親切やと思いますから。 えー、ちょっと待ってください。頼むいう字をですね、えー、これ、この字を使うたらどんな意味になるのかということを、えー、まあ確認した方がいいかな。ね、頼むとは、助けとして期待することや頼りになるものとして当てにすることであると。で えー、今言うところの立身弁に寺の頼むは、信頼するの来の字、源頼朝の来の字で書いて頼むと同じ意味を持ちますが、より強く依存するニュアンスがあります。より強く依頼,依頼するとき依存するニュアンスがあります、えー。頼むを使った例としては、彼に頼んでばかりでは成長しない、家,家内を頼みます。えー、それかまあ、 普通のところやったら数に「数に頼んでばかりいると反感を買う」などがありますいうような言い方ねこれはんかよく出てくるかな「数に頼んでばかりいると反感を買う」とかねで自分の天秤を頼んで言ういうような、えー、こう彼は努力しないぞと自分の中かも持っているものを頼んでいて、えーえー、頼りにしてて。 でちっとも努力しないぜってような時にこういう字を使うかな利心面にいたら使うかなと思うんですけど、えーまあ、そういうニュアンスでですね佐藤先生は文字通りには本願誇りというのは文字通りには阿弥陀仏の誓願を頼んで,頼んでいい気になるといったほどの意味に介されようというふうにおっしゃっています。 原稿、えー、の処置では本願に甘える本願につけあがるといったあ現代語訳が当てられている、えー、頼んでいい気になることに異議者は非難の意味合いを込めているということですね、えー、異議者あ本願誇りいう言葉はエンさんが自分で用いて自分で作らはった言葉じゃなくて えー、異議を唱える側が、あユイエンさんじゃない側の人が、ユイエンさんが、えー、攻撃、まああの、攻撃をいう言い方は適切じゃないね、えー、ユイエンさんが、えー、戦士の苦段の心身に異なることを投げている、その投げ,投げかれる側の人たちね、投げか,投げか,投げかれる側の人、ユイエンさんに投げかれている立場の人たちが、 本願ぼこりという言葉を用いておりでその本願ぼこりというのは文字通りには阿弥陀仏の誓願を頼んでいい気にな,るなっているというほどの意味であるしでそのことを <coughs>、えー、先行研究では本願に甘える本願につけ上がるというような意味で用いるいい気になることに そんないい気になることつ、えー、けあがる甘えるというようなことじゃ飽きまへんでと言ってエン、えー、さんに嘆かれている側の人が言っていますよということですね。<laughs> で、えー、異議者はこれではですねこれでは異議者は一体どんなことを指していい気になるとなっていると非難,非難しているのか。 本願ぼこりという非難にはどのような意味合いが込められているのか、えー、本願に甘えるとはどういう事態なのかこの事態というのは、えー、ことという字に、えー、事実の字という字に、えー、熊さんの心の事態ですよ本願に甘えるとはどういう事態なのか 一の本文から明らかのように阿弥陀仏の請願を頼んで悪を恐れざることを指して異議者は本願誇りと呼んでいるえつまり阿弥陀仏の請願を頼みにして己のなす悪しき行為の報いを憂慮せず浄土へ往生できると思っていることを指していい気なものだ。 甘っちょろいありようだと言っているのである甘っちょろい言い方ありようかなそこ,も分からん <laughs> そこまでは言えんと思うけどな、えー上えー、己のなす悪しき行為の報いを憂慮せず浄土に往生できると思っているということを本願誇りと言うて非難している人たちがいるよねということでしょうねでそれはおさ心幼,幼きことであると ね、そんな幼稚なもんやで、えー、子供らしい考え方やでというふうに異議者は言うているそれをまた言葉返していって非難していくわけだけど、ね、その心をなきこというのを言う言葉をまた用いて、えー、まあ言うたらブーメランにしてね <laughs>、えー、返していかはるというのがユンエンさんの論法だけれども、まあ、それは今は置いておいて。 えー、心幼きことであると、えーうん、心幼きことというのは、えー、己のなす悪しき行為の報いをい憂慮せず浄土に往生できると思っているというのは幼稚な考え方だよと言って異議者が非難してますせということですね。で、えー、悪しき行為をしないように自ら努めなくてはならない。えー そんなに単純にいい気になっていては浄土に往生できないと言って異議者は主張しているんだよということがこの「一の要霊」から見て取れるかなと。でしかし異議者のこの主張は A 阿弥陀仏の誓願を疑うものであり B 宿業の何たるかを知らないと知ら,知らない議論であるといえんは言う。 唯円は本願誇りと異議者に非難されるところの悪を恐れざるをえ念仏者の側にえ悪を恐れざる念仏者の側に立っている唯円の主張はえどうかというと本願誇りと異議者に非難されるところの 悪を恐れざる念仏者これが唯円の主張ですよと唯円におけるしあの正しい理解であると唯円は正しい理解と思っているんだとでその上で AB の2点をめぐって第13条で論議が展開していくということですいうことですねで、うん、どこまで読んでいったらいいかな <laughs> で えー、ちょっとこれ以上読めんかもしれんね。<laughs> えー、ここまでとにしときますわ。でそんなわけだから内容的にはぴっちり31条と重なるかなと思うんですけど、まあ、やっぱ、えー、こう鳴らし運っていうものがありますからねこれをおやった上で,で久々に。 えー、単に書に戻ってきたんやからちょっとこう鳴らし運転ぐらいにしといてで、えー、ここで一旦切ってで内容的には重なったとしてもここで一旦切って同じ内容のものが31と2と、えー、なっていくかもしれませんがまあこうやっぱ聞いている人もまたちょっと思い出してもってということかと思いますね。で、えー、以下、えー、2から7までの要例を通して新たに深い考察があるんですけれども。 これについては次回回した方がいいかなと思います、えー、そんなわけで今日のこの動画は前回と重なるところが多いけれどもここで終わることにします